かす。いや、まあ、大事だよ。こいつ本番ごめんな。怖いな。たこ焼き何時にできんねん。それ計算次第っす。俺関係ないやろ。いや、作ってほしい。え、焼いてくれるんじゃないの。高校の時めちゃめちゃ焼いてて。ほら、だからじゃあ頼みますねって言ったよ。焼く準備を返してろ、焼く準備。焼く準備な。あ、そうそう、ちょっとさ、月見量、こういうの何もできへんねん。ここここ、じゃあほんまに量、こういうのできへん。お、ホタルネミ、おろして。さすがや。行きの車で俺らが決めたら聞いてなかった。トースターはまだ出さんでいい。トースター出さんでいい。まだいいな。朝や。あ、なんかブーンって茹でるわこれ。1200ワットやこれ。マジで。もうこれ1200ワットで動いてますわ。めっちゃ使うねんな、うん、で電力リフトの出番は、電力リフトの出番ないかもな今日は。ないんか。そうやな、ドライヤーとかここでさらに使う場合はってことやな。そう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 、ドライヤーでも持ってきてるで、あいつが。あ、これ1200ワットバリバリ使うくせに全然あったまらん、 あったまらんっていうな、うん、ブルーの俺も持っててん、これもうクソすぎて、レナもう捨てさせたレナに。もう捨てろ。いやで、あの、メルカリに出そうと。ああ、うんうん。腐るほど出てんねん、メルカリに。売れへん、だから。わかるわかる。結局、500円とかで。500円 ?500 円で売れた。ケさん右、右。こいつがいますわ。おう。おう。サンダーバードクッキングやな。おう。で、これやな。おう。ほんで、お水ちょっとつ入れるから、そのマックスにするとあかんね。おう。そのままこうやって突っ込むと。あんまいかんやん。意外と、いかないね。全然いかんな。うん。そんなもんなんや。飛び散らせんようにやって、ね。あ、入れてからもう。俺、もうちょい水入れんと飛び散れんけ、さすがに。お前。あんな、こうやってちょっとずつ、まずこうするやんか。うん、中入れとって。で、こう入れたらこれぐらい。うん、飛び散ってるやんけ、これ。じゃあもう、中に、もうこれできへん、もうお前やれやん。止めた。おー、めっちゃ。ちょっと、浮いてる。熱っ、これ。俺ほんまにバイトしてたもんな。ん？たこ焼き屋でな。こいつがな、むちゃくちゃ電気食うねん、多分。ほらね。でも火力は上がらんかったもんな。うん、あれ、バイト中に覚えたんやり方。そうで。教えてもらって。うん。来るやつ来るやつ全員にただで食わせとったんや。もう勝手にいろんなもん入れて、勝手なメニュー作ってたもんな。うん、ええな。タコは？タコ、キャベツの下で。キャベツ何？キャベツ入れんの？入れへんわ。ほんま？タコ焼きにキャベツなんて入れへんわ。そう。うん。初めて聞いた。初めて聞いたってないねん、お前。初めて聞いたってないねん。それはお前、こっちのセリフやろ、お前。え、ほんまに？入れへんわ。粉もんは全部キャベツ入れると思ってるんやな。確かにそうかもしれん。そういう浅はかな考えよね。言いすぎやな。おい、大阪人。そんなめっちゃ入れるん？え、今まあ入れんで、紅生姜は。そうなんや。考えたら私、大阪の人とたこ焼きってだいぶプレッシャーあることしてるな。ここ見て一緒やげんねん、多分。どこまで使えるかやろ、だってでも使いきんねん、これな、うん、これでおそらく 20% ぐらい使うんじゃん。 20% は絶対いく、多分もっといくやろ。なんか思いのほかさ、じゃあブルーのやっぱ肝やな。前もそうやったやん。そうかそうか、前の電源レビューした時もブルーノでめちゃくちゃ食われてんな。だいたいおかしいよな。1200ワットずーっと今こう使って、ドライヤーをずっとつけてんのと一緒やから。そうだね。おう、もう食おう。うん。はい、それがいいね。うん。そうしよう。もう食うていかんと、もう終われへんわ、これ。
ええのを選別してそっちに置いたから。優しい。優しい。うまいな。うまい。うん、よくうまい。生地に対してタコめちゃくちゃ多いね。生地はもうなくなったから。うまっ。邪魔やん。うまかった。めっちゃええ、焼き加減もええやん、めっちゃ、うん、っいい店のたこ焼きと変われへん、これ美味しいねなあ、りょう、うん、こんなうまいこと焼けると思わんかったわ熱いんやあ全部丸々出たオリーブオイルある？あるアヒージョしようかあ、タコ？だってタコ余ってんもん。ニンニクないで。え、これオリーブオイル？やるやん、せやで。いや、もう無理やろ、こんだけやったら。あ、ちょ、まだいくつか持ってきてんの、これ。うん。お前、これタコ。何？こんなんお前、アヒージョンでもなんでもない。ちょ、そこにもう、オイル、オイル。ただタコ炒めてるだけやんけ。オイル入れたるから。うん、めっちゃいい匂いするわ。そうな気はするっていうのが裏のほらあれかいけるいける、うん、いただきますめちゃくちゃうまいうまい、ねうん、どうしても何にプツプツしてんな、うんうん、いけるいけるうまキャベツのアヒージョいくうまいかなんかなんでもニンニク入れてたらうまいかなんでもいけそうって気がしてくるよな確かにな、うん、それもそうやじゃあ具材全部使ったわけやなうん、使いました有効活用してるやんけ、ね、めっちゃうまいな、これめっちゃうまいうまいっていうか、あれやろ、りょうお前がアヒージョ食うたことないだけやろそれもあるそうでしょこいつそうなの、怖いほんとオフやオッケー 18% 使いましたはい、うん、まあ、まあまあ使うなやぼ炊飯器1230って書いてあるおやばいな、うん、それで米炊くんやん炊飯器だって40分くらいかかるやろ、うん、今で多分これ40分くらいやろ多分使ってんのうんそんなもつ鍋で 25% くらい使うやろ多分あと残ってんのはヒーター何ワットヒーター950セラミックで720無理やその2つはもう使われへんわでもあるもん全部使って、うんどんだけ減ったかっていうの分かんのも、まあ、それはデータだ、うん、そうそう寝袋で寝てる限りは凍えることないから、うん、だからもう使い切ってただ明日の朝のトーストと目玉焼きこれあ明日の朝もつかないか目玉焼きやそうや目玉焼きだから目玉焼きはすぐやあま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 あそうね、うん、そうねでもなくなったらなくなったでもうそうええもんねええねそうですね、うん、なんか持たすことが目的じゃないやろじゃないじゃないこれがどこまでいけるかっていうそうただ全部を滞りなく終えてなくしたいやん、うんうんうん、お前足大丈夫だ今大丈夫ですよ4月山行けんの4月には間に合わせたいですけど、ね、いやそのもう無理やり間に合わす必要はないよいやまあ膝ですあ今週末は今週末まで決まってない多分行くと思うけど、うん、それしか参考決まってないやんあと真由美あよかったなお前真由美と行けんの真由美から誘ってきて月見ちゃんって行けんのって聞いてくれれば嬉しかったマジ LINE 電話これえ、まゆみさんがかけてあいついつも用事で LINE かけてくんねびっくりしたあの子でも結構ハードなあいつめっちゃハードな山、うん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 、やってんの一人で全然俺らより体力的にもっとハードな山多分いっぱいやってんね去年も一人ですごい行ってさ、うんあいつこっちに引っ越してくんね静岡から三重に三重あ、そうだ連れて行ってもらえよお前個人的にねえ、行けるやんうんマジであいつめっちゃうるさいで、うん、いや、動画全部見てるよまゆみさん好きやから うるさいね好きやでいやいや、うるさいねこいつまゆみが好きやねあ、そうって言っててん最初なうん誰も知らん時あ、マジで一番最初フォローしてたのはまゆみさんとケイさんですマイミア、マイミアだから知らんのちゃうかなお前にフォローされてること知ってんのかな知らないかもしれないですだって気づかれないようにいいねとか全然してないですもん
俺にもそうやったやろ。そう。気づかれたくないって。だから何年、こいつが何年もフォローしてんの俺知らんかった。でもなんとなくわかるわ。その、俺、私ここにおるよって言ってるみたいなのが嫌なんだ。そう、そうなんです。私です。承認欲求やん。まあ、ある意味。なんか、認知してほしいみたいな気が言ってる、うんうん。思われるのが嫌ってこと。嫌だ。別にそういう気持ちはないけど。うん、ないけど、うん、そう思われたくないから、うん、そっと見ていいねって思ってるだけ。ああ、わかる。わかってくれる人がいた。わかる。たまたまほんならいいね押したんか。じゃあ、本当にたまたまストーリーだと思います。ストーリー、ストーリー。ストーリーでバレたい。バレたい、バレたってないんだよ、ね。実用してもって、夜中やしバレんかなと思って。ほんならなんかこいつのなんか変な、なんか漫画みたいな。漫画みたいな。はいはいはい。何こいつの変やねんと思って見に行ったら、パーソナルトレーナーですって言ってたから。あれでも自分の写真にした方が良くない？あれ、なんかみんながああやってイラスト描いて送ってくれるのを、ああ、それが書いてくれたやつ。あ、そうです、そうです。そういうのコロコロ変えてて。だからお前ギャップがいいよな、あのダサさがな。いや、その、ダサさって、あの、イラストをバカにしてるわけじゃなくて。あ、違いますよね。うん。イラスト自体、あの、そういうテイストやんか。ね、そうです。でもお前のキャラと、なんか全然ちゃうやんか。ちゃうな、バカっぽい。バカっぽいやんか。ちゃう。うん、違う。うん。って。そう、やっぱやってくれたら嬉しいし、な。嬉しい。使ってあげなとも思うしな。そう、使わないなって思うから、うん、ツイッターもやってくれてるからな。俺も絶対そう、使えへんけど。やってもうてます。余計な一言言うなよ。わぁ、めっちゃ寒いわ、うん。ヒーター、ちょっとヒーター出して。ちょ、待って、もう使うん。黒いやつ。あ、違う、電気毛布貸して。電気毛布は OK やろ。そうやな。電気毛布使おうか。電気毛布使おう。このパワーが。そこのさ、たこ焼きのプレートを取ってほしい。そこのネットの下。黒いやつ。ねえ、見えてるやろ。それ取って。はい。洗いも行ってこいやりょうお前。こんだけんやで。夜行ってもらう方がいいわ。もう夜行ってんじゃん。あったかいもの飲みたいな。おう。そこ自販機行く？お前。あかんやろそれはさすがにお前。もうケトがなかったらもしゃあない。なかったらしゃあないよ。なかったら。おう。ないもん。いや、あるある、絶対ある。ケトルある？ありますね。ククサで飲むんやったらもう、そこに直接その辺の葉っぱ入れてさ、なあ、湯で出すみたいな、そんなノリやろ。テント張ってるよ。なあ。テント張ってる音するわ。アホやな。来るやつおんねんな。みんな、ムキムキなん？違う。私の友達ですか。うん。作り変えようとしてんのこの人は。あ、K さんですか。うん。K さんは俺から、うん、どうなっていくの。いや、体の老化を防ぎたいので。ああ。筋肉のこう低下とか。ヘラクレスになろうとしてるんじゃないんです、ね。なりたいって言われたらしますけど、うん、その一言はまだ聞けてない状態ですね。うん、いや、そんなもうめっちゃしんどいやん。いただきまーす。あんなジェイソン・ステイサムみたいになろうと思ったらどう。もうえげつないトレーニングだわ。あ、いります。だから、セルフでちゃんとトレーニングしてくださいねって言ってるんですけど、今してもらえてない状態なんで。いや、おとついしたよ。筋トレ。今日しとくわ。だから、粉でプロテイン飲むのが一番いいから。え？粉で？粉。あ、自分で作って。あの、シェイクするやつ。そうそう。いや、もう親父。うん、飲んでたよ、うん、それ昔のめっちゃまずいから。めちゃくちゃまずかったやろ飲まされて。まずかった。あの3人でブワー吐いたん覚えてる？覚えてる。まずすぎて吐いてん。な、うん。でも飲まんと分厚くは なられへんけど。ならないですね。分厚くせなあかんのか。いやあかんよ。筋肉があるから、あの老化にストップをかけられるわけですよ。だから言ったでしょ、こっから先はまたガクッと落ちる時期やから、体力とかもろもろが。だからこれをこうちょっと上げることによって横ばいにぐらいにはさしたいわけですよ。プロテインきついな。もうトラウマや、あの親父に飲まされたんだ。もう変えられるからそれ。ほら、よし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 、絶対ダメだよそれね。ほら、人嫌いになったらどうすんの。こいつ俺がヒゲ抜いてるって気づいてないから。じゃダメだって。四角から言ってるから。
本当に最低。そう、栄養取らない。こいつ何？ここの猫？ここの。このキャンプ場の猫？そう。あそこの受付で、あの、ご飯もらっとるらしい。あ、そう。うん。ああ、そっか。だから、野良は野良なんか。野良は野良やけど。でも、ここに住み着いてるってことな。そうそう。ねえ、ほんと。ね、お前、気持ちいいんか。な。こいつ顔はそんな可愛いないよな。いや、可愛い。可愛いか、これ。じゃあ、こっち見て。じゃあ、こっち見て。鼻とか見て綺麗やん。うん。ね、ピンクで。可愛いか、これ。可愛いじゃん。こいつおるから、ぬくいわ。湯たんぽみたいな感じだもんな。確かに。でも、よかったね、温めてもケツがもうめっちゃ冷たいね。冷たない、ケツ。寒い。お餅歯見して、歯。綺麗やん。歯綺麗な。お、うん、歯綺麗は。お前歯綺麗ぞ。メンテナンスされてんじゃん。なあ。ねえ。うん、もっと汚いの？もっと汚い。確かに。管理人さん、もうあと30分もせんと帰ってまうけど、いいな。なんかレンタル。そう、焚き火するとか、薪買うとかもいらんな。本当にいらんな。何だ。75% ある。いける。大丈夫？なんか足らんようになったら、それはそれでもうそういうドラマやからな。そう。それをいかに乗り切るかっていう。そっか。こいつが悪いもんな。そう。このいでたちで、うん、もうこんだけしかない。ああ、もう最悪。ほんと最低。そういうの。ほんまにうちの犬のヒゲ抜けるから、あれで。ほんまに抜けるからじゃなくて、抜いてるから。だからダメなんだって言ってるよ。抜ける説明せんねん。抜いてんねやから。だからそれがダメなんだって。たこ焼きで腹いっぱいにはなってないもんな。全然なってない。全然。もう5時ぐらい。今もう今4時半過ぎましたね。もう元鍋やろうか、うん、お前でもそんな腹減ってないやろまだ。あ、でも基本的に、うん、走ってきや、ちょっとその辺走ってきや。あかんか、ほんと痩せるやろ。あかんか。5時になったらやろ。そやな、うん、5時になったらしようか。あ、俺こ米忘れたわ。もつがカチカチやね。月ちゃん、ん、米忘れた。あ、米忘れた、俺が。あるって。あ、あんのか。あ、米お前やったっけ。うん。あ、そうかそうか。2号イエス。これさ、もう絶対解凍されへんねんか、カチカチで。おう、もうそのまま入れたらええよな。うん、別にええよな。うん。おー、行ったな、行くな、行くね。上がってるぞ。狭すぎた。った。ワット数高いのはやっぱ使うべきじゃない。欲しがってたよ。いや、もう欲しがってたんやけど。やろう。いや、そのな、なんかその、消費電力に見合うあれがないやん。その、こんだけ重たいのもう持ってきてな。こんだけ使われたら。で、カセットコンロの方がどんだけマシかやな。そうだね。うん、だ鍋とかやる。ブルーノとかは、これで使うもんではない。ブルーノも最悪や。ほんとだね。今から、その現実わかるから。あ、もう知ってるやろ。全然なかなか分けへんっていう。あ、そうだね。うん。あ、だから最初これで分かして。そう、そうしよう。うん。うん、あれ、現役や、多分。あ、現役現役。現役やがあかんわ。分かされんわ、これで。炊飯器でキャンプサイトで飯炊くって、なかなかないよな。うん。キャンパーを、キャンパーをやる。初めて。やんないっす。半号で炊きます。もう鍋やる？え、同時進行？同時や。そんなもん同時これ余裕や。そんな。3000ワットも、2700、え、もともと2400ワットまでいけんもんな、これ。うん、あ、ほんと？だから同時でやらんと意味ない。そんな。ほんならいけるか。うん。やっとこうか。オッケー。電力リフトもいらんってことか？電力リフトをもう使えへん、多分。まだ足りてるってこと？うん。はいでいいんですね。はい、もうはいで一気にいかんと。うわ。71%、もうすぐ70切るぞ。2000はいかへんな、でも。うまいね。電気も持ってくる？え？いや、持ってこんでええわ、お前。それは中でええけ、使うのは。今、電力、全部で、あ、1800いってんね。うん。今、全部で何と何を？今は、炊飯器と、ブルーノと、ライト。うん。うん。で、まあ、だいたい、瞬間、2000ぐらい、2000弱。使います。使ってます。まだまだいけます。まだまだいけます。これ、飯が早弱いから、炊き上がってくれな。まだまだ。なくなってまんちゃうか、ほんま。あ、沸いてるわ、沸いてるわ、早っ。沸いてるわ。これ持ってもらえます？まあまあ早いぞ。ニンニクって潰す、潰した方がいい？いや、もうスライスやったらそのままでいい。もうお前そんな入れねえじゃん。
蓋まだ。おい、もう63やぞ。さっき70代やったのに。そう。ほんま。メインやん、これが。やから使いたい。メインやから、もうメインでバカーン行きたいやん、やっぱり。なあ、りょう。まあ、これで全部やりたい。そうそうそう。こいつでも全てを賄いたいやん、やっぱ。なんか、カセットコンロとか出てきたら、なんか逃げてるやん。なあ。これを減らさんとこうとな。うん。捨てるみたいになるやん、うん、そうだから攻めの姿勢が大事なわけです。かぶけてないやん、それでは。なるほど、そっか、俺は歌舞伎者やったな、うん、そう、歌舞伎者やったこいつにもやっぱ意地があるから、うん、こいつか、俺が全部やったるっていう、うん、そう、頼むで。あと最後、明日こいつに水をぶっかけて使いたいね。マジで言ってる。おいや、防水等級が高いから、これ。あ、だいぶ。そうか。でも水をぶっかけて使う余力はもう明日にはないかもしれない。俺が中学の時な、チューペット分かる？あ、分かる。チューチュー、うん、あれをおかんはなんか知らんけど、俺が食おうとしたら飛び散るから、あの、なんていう、2本に分かれてるやん、チューチューって。ほんで先っぽが2、お尻の方丸くて、1個はもう飛び出てるやん。はい、分かる。飛び出てるのをこうやって加え、普通はここパキッか、うん、で俺飛び出てるのここをなんか、噛んで、食べててん、俺は、うん。食べようとしててん。で、おかんが、もう、飛び散るからあかん言うて、俺が加えてるここにハサミ入れてきて、俺の、ここ切って。それは意味わからん。意味わからん。いや、なんか、おかんの言い訳曰く、うん、ちょっとでも多く食べさせたいから、うん、ギリギリんとこ狙ったみたいなこと言ってたね。マジで、うん、そんなん知らん、俺。それで、ここ、ぷっちょ切って切られて、ボシャーって血。その痛かった記憶とかはもうないやろ。ない。もう覚えてない。もつがパラパラなってますわ。ええ感じ？よろしいよろしい。お。取れるだけ取っといてさ、この残りの野菜。めっちゃうまい。うまいこれ。うまい。お、めっちゃうまい。もっとあってもよかったな、もつ。おいしい。な、このスープもいけんな、そこそこ。天かす。天かす？天かす。天かすで揚げやで。天かすなんてお前。なんで俺んとこ置くで。なんで俺んとこ置く。ちょっと貸して。寮の生い立ちについて。そっから24年間ぐらいはもう毎日いらんことされて。病気やから、兄貴。そんな低いわけないか。でも中学の時に、親呼び出されてたんは、うん、俺多分1回か2回ぐらいしかないねんけど、うん、こいつ、もう10回以上あるから。それはさ、分かりやすいさ、不良じゃないの。だから、それはタバコとか。あ、ほれ。そんなんやけど。俺、裏で、やるタイプやろ。これが使われへん話やけど、俺らはゲンチャリを盗んだりしてたけど、使われへんな。こいつ高校生の時に、はぁ。もっと悪いやん、その方が。悪いやん。質がちゃうのよ。悪の質が高い。でもこれ主要なさやつが、まあこれがまあ一番メインやんか、うん、で炊飯器でもう飯も炊けてるから、うん、それでまああと半分って考えたらまあまあか、うんうん、サスペンス映画に出てるからこれ。日本の？日本です。そうそう、もっとあと言えばその芸能事務所もラジオも、うん、そのライブを見た関係者からのスカウトだったんですよ、うんうんうん、これでもずっとそのスカウトしてきた事務所の人は、うん、ゲリラ的につける配信を見に来てくれてて、うん、じゃあそこの契約が切れるんやったら、うん、俺んとこでせえへん、仕事はそんなにせっつかへんからって言われて、うんうん、まあだいぶお世話になった人やし、うん、いいかなと思って入ったわけですよ。どうせ、ん、こ、うん、OK、米入れてくださいな、うん、ほしたら卵1個溶くか。良いですね。ちょっとこれで煮詰めて、あ、で最後沸いた時に火止めて卵入れる。今でもやってるの？あ、やってないです。それを17か、うん、17は一応アカウントは残ってて、うん、やだからもう事務所はついてないから、まあ別に好きにやりゃいいやん、うん、お金にもならないんで、うん、ライバーやライバーやな、うん、でもこっちもせっつかれてるからさ、上から、うん、もう直接お願いするしかないよな。投げ銭お願いしますって。そう。ぐらいしかないよね、うん。こいつは、おちょくることをなんか一言言うために投げ銭してたから、俺ら。九州で。
頭いかれてる。あの、こなしや。こなしの会議。こなしやったっけ？そう。あ、こなし平の会議や。そうか。お、お前見ててんやろ、あのライブ。発言するたびに投げ銭するっていう。で、発言の内容が別に。意味のない。3回か4回ぐらいしてなかった、お前投げ銭。うん。だから、シャレで使う金の世界。おお、思う思う。確かに。うん、オンラインサロンの、なんか、アイディアない？雑だな、質問。雑やねん。あれ、ここに置いてたあの、あれは俺のレモンケーキは俺のレモンケーキどこ行った？食べた？食べてへんよ。お前どっか片付けたんちゃうんか。片してないよ。今、あの、あれも持ってっただけやもん。俺のレモンケーキどこ行った？ちゃ、ここにあって。お前絶対片付けたやろ。片付けてないって。片付けた？りょうさん。お前食うたん二つとも。何あれめっちゃ美味しいもんな。食うたらな、うますすぎて、もう一個あるわと思って。でも、それは、うん、でもこれはもう兄弟のルールで、ああ、悪ないやん、俺。いや、だから俺別に何も言うてへんやん。名前書いてへんやん。おう。りょうに、お前質問してる？なんか。あ、してない。メディアブルのネタ取らなあかんねんて、ほんまに。ネタにならん話してない。いや、ええねんって、別に量が困るだけやからさ。あ、一応。値段は妥当なんか？これで。あ、最低1000円やろ？そうそうそう。で、その次が1500円。1000円のプランは、基本的に全部の動画が見れるけど。で、1500になるときは見れる？はもう全部見れる。先行公開も見れるし、あとなんかその、なんていうの、山仲間募集とか、はいはい、その、サンダーバードヒルズの最新情報とか、はいはいはい、部屋があんのよ。だからそこに入れる権限が、プランによって、変わってくるってことやな。そうそう、一番安いプランはもう動画見るだけ。そのルームに入れません。でもそもそもファン同士の交流をみんなが求めてんのかどうかもようわからない。それがわからんの。寒いからもう中入ろうか。テントな、ちょっとここ撤収しようか、押した。撤収しよう。動物来るから。だから1000円のプランから、プラスで、500円した分ついてるのが交流できるのと、で今の状態やったら、まあ、全然使ってないこの電気とさ、GoPro とこの充電ぐらいやんか、あと40時間持つって書いてるわ。これ審査にあげるから。これ、あ、これな、うん、キャンピングカーに給電できんねん。これあげんの。これあげようと思って。これをさ、いちいちさ、大阪の お前な、うん、お前大阪の友達とかおるやろ。おるで。家行ったことあるやろ。ある。ほんまもう、あの、小鳥の家みたいな感じやん、お前ん家からしたら。うん。俺ん家も、俺ん家も一緒やん。ほんま。鳥かごみたいな家に住んでんのに、こんなんもう無理やんな、るよ。もう、シンさんち豪邸やからさ。まあ、ボーンって置いとけるわな。うん、置いとける、置いとける。うん。キャンピングカーと秘密基地で。秘密基地そらおもろいな。おもろいよ。あ、資材から。ん？資材から。違う、資材は無理やんか、そんな。なんでお前大阪から資材持っていくねん、お前。で、トントンは俺が死に行くんだからもう、ラングラーで行くんは、経費かかりすぎるから、あのバスで。あの、梅田からバス出てんねん。新さんの家の前まで行くから、バス。どんだけ時間かかるの？ 7 時間。うわぁ！すごいね。6時間か。6時間ぐらい。それやったら、あの、視聴者で建築系のやつ、ただ働きさせよう。おう、シェア。ただ働きさせよう。来てもらおうか。俺たちと一緒に作ろうぜと。これると。うん。その人も招待してな。そう。うん、頑張るよな。材料もあの、提供してください。できれば格安で。うんうんうん。絶対おもろいよな、それ。うん、なんでコット二つも持ってんの？コット二つも持っている理由？うん。あ、おかんか？おかん使うで。あ、おかんも使うの？おかん使うで。おかんも、あと、メイコとか。うん。来るからさ。あ、いけるな、これ。ええな、これ。長押しちゃうで。おはようございます。駅でいいなと思って。一人で全部終わってたらもう間に合わへん。コルシウムだね。塩コショウやな。見た目的にも。うん。1なんて16で一気にもう一気に減ってたで。でももうこの人が、あの、終わりました。抜ける、終わる、はい、こいつ終わってくれたら、まあそれでちょっと。はい。AC 点滅してんな。あ、まあ、もう動いてない。ここは。あれ、本当だ。なんだろう。
使いすぎなんやろ。千千千やろやろこれ。これ1200やな。確かそうそうそう。これ1200。2400までいいんやったっけ。おいやまあ2400は超えてたんやもん。余裕で超えてる。3000超えてる多分。な。で、まあ卵持ってきてる。卵できた。もう止めろ止めろ。止めた。止めた。うん。まあ余熱で黄身固まってまうから。な。おおすごい。もう一個待ってパンの小さい。いやそれは乗せられへん。つけすぎやろバター。それはお前。卵はええ感じ。ええ感じ。うん。オッケー。三人分ある？あるやろ。800ぐらいあるから。はい、1200。おい。IP65 の性能見してもらおうか。30分放置やない。一番いいシチュエーションやな、これが。入った。一パー。あと一パー？うん。向こうのと合わせてたからな。あ、そっか。ドライヤー一瞬動いたらもうオッケーや。お、終わりやな。お。これ直接させる？直接させる。下。ほら。AC 押して。ドライヤーつけてください。はい。おー、ついたぞ。すごいな。オッケーや。なあ。バッチリや。オッケー。雨に濡れても使えるということで。全然使えるな。うん、余裕です。びっちょびちょやけどな。びっちょびちょやけど。余裕です。ブルーティーの AC240 でございました。アウトドアに持っていってください、皆さん、これを。ありがとうございました。粉もんは全部キャベツ入れると思ってる。大体おかしいよな。1200ワットずーっと今こう使ってる。ここ見て、一緒やけん。こいつのことは親父は好きやったから。うん、俺は嫌い。親父に嫌われてたから。俺が気で向いてる。今でもやってる。でも使い切んねん。お前すすぎるもん。思いのことさ。じゃあブルーのやっぱ肝やな。俺たちと一緒に作ろうぜ。20% は絶対いくいく、多分もっといくやろ。もう飲まないよな。もう食おう。かわいそう。